ズクッキング、今日やる料理はね、ちょっとお腹空いちゃったんで、もう超簡単丼やります。はい、調理スタート。はい、今日のね、材料説明いきますね。はい、今日はね、丼ってことでね、ご飯を 200g ね、あと油揚げちゃんを2枚、あと玉ねぎ1/4、あとニラ少しね、はい、こんだけでーす。よっしゃ、じゃあ早速ね、調理の方行ってみたいと思います。はい、玉ねぎちゃんはね、こんな感じでね、こんな感じでいいかな、こんな感じで、大体そうだな、2mm ぐらいかな、のスライスにします。はい、よし。それから、はい、油揚げちゃん。油揚げちゃんはこう真ん中1本入れて、はい、これもね、大体同じぐらいでいいかな。あ、まあ、これ3ミリぐらいかな。こんな感じに今日切ります。はい。そしたらね、今日のね、タレの説明いきますね。今日はね、甘辛い、丼ってことで、こう、麺つゆさんね。はい、麺つゆさんに、はい、こちらね、水がね、150cc 入ってます。はい、よし。それに麺つゆを、はい、50cc、はい、バーン入れて、はい、それにお砂糖、お砂糖大さじ1杯。はい、こんだけでーす。はい、これで美味しいタレの完成でーす。はい、じゃあね、早速ね、調理の方行ってみたいと思います。はい。でね、先ほどね、こう合わせたね、タレをね、このね、ちょっとちっちゃめの、フライパンがいいですよね。に、中にかばーん、そこに入れます。それに、はい、ここに、はい、玉ねぎ、はい、ポン入れて、そしたら油揚げちゃんも入れちゃいます。はい。はい、それに、はい、はい、さらに、はい、ニラちゃんも入れちゃいます。よし。はい、これでしばらくグズグズ煮ます。これでね、さっきね、材料説明で大事なものを忘れてましたね。卵2個ね。はい。それでね、こんな感じで、玉ねぎちゃんグズ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 ちょっとね、火が通ったところで、はい、玉ねぎ、卵ね、はい。はい、卵2個回し入れます。はい。ビヨーンと。はい、したら蓋します。はい、30秒ぐらいね、蒸したらね、はい、こんな感じで、卵に半熟状態に火が通ったら、はい、完成です。そしたらね、はい、出来たてのこのね、卵とじちゃんを、このご飯に乗っけて、わー、うまそう。よいしょ。汁をちょっとたっぷりかけて、はい、完成しました。今日の簡単丼ね、はい、きつね丼の完成です。めっちゃ簡単、めっちゃ美味しそう。よーし、ね、早速ね、食べてみたいと思います。今日の感じはね、こんな感じですよ。こんな感じ。よいしょと。美味しそうに取れてますかね。こんな感じですよ。はい。よいしょ。はい。よし、じゃあ、こいつをね、食べる前に、今日も、はい。チューハイトーイ。皆さん、お疲れ様でした。乾杯。あー、美味しいもん。マイシャンシー。最高。よしよし。はい、こんな感じだよ。今日の感じね。美味しそうに取れてるといいけどね。はい、こんな感じ。よし。よいしょ。さあ、じゃあ、いただきたいと思います。いただきます。はい、いただきます。これはもう、間違いなくめちゃめちゃ美味しい。もうこれはね、本当にね、まあ単純なんですけど、このまあ丼タレにね、まあ卵とニラだけでも美味しいんですけど、まあちょっとね、油揚げ入れると肉がなくてももう全然こう、ね、物足んなさ感じないですよ。こんな感じでね、うん、おいしい。もうこれはもう本当に安いし、まあ早いし、でなんていうのかな、肉類入ってないんで意外とヘルシーですよね。で、油も余計なの使ってないんで、で、このね、油揚げがもうね、このタレをガーッと吸って、めちゃめちゃこの物足んなくないし、ものすごい美味しいですよ。ってことで、あ、そうだ、これね、さっきね、言ってなかったけど、これ紅生姜がね、ちょっとあったんで、ちょっと添えてみましたね。うん、それでこういう紅生姜なんかちょっと添えると、ちょっと色合いもいいしね、ちょっとなんていうのかな、こうちょっとさっぱりね、いい感じになりますね。ってことで、今日のこの簡単丼、よいしょ、はい、油揚げ使ってるんでね、一応きつね丼って名付けましたよ。はい、きつね丼大成功でーす。皆さん、めっちゃ簡単なんでやってみてください。今日もご視聴ありがとうございました。